はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、第3のビールです。札幌の麦とホップザ・ゴールドの、香るコク限定醸造です。ホップが香る夏だけのコク、富良野産ゴールデンスター一部使用。アルコール度数 5%。リッチゴールドバックガーとゴールデンアロマホップっていうのを一部使用って書いてありますね。原材料が発泡酒、バックガーとホップと大麦と、スピリッツ、大麦となってます。麦穂ですか。麦穂は安定してはいるよね。美味しさはね。昔から美味しかったんですけど、これはね。それじゃあ、乾杯。最近この麦穂が、麦とホップがね、ザ・ゴールドっていう、あれにリニューアルしましたけど。美味しい。なんか若干酸味が強い気がするね。でも甘みも感じられ、ちょっとこう苦味もある感じでしょうか。麦とホップ。でもやっぱりあれだな。前回飲んだ、青空小麦にはかなわないな。麦とホップ。ちょっとなんか酸っぱいね。なんかちょっと酸味があるね、やっぱな。リッチゴールドバックガーとゴールデンアロマホップに加えて、富良野産ホップゴールデンスターを一部使用。奥深いコクながら、爽やかに香る、夏しか飲めない麦とホップザ・ゴールド。誕生。喉越し生の方が美味しいな。個人的にはね。普通の麦とホップに比べるとって言っても、普通の麦とホップがしばらく飲んでないんで、よくわかんないんですけどね。普通の麦とホップに比べると酸味が強い気がするな。多分。結構これ、この香るコクはなんか、酸味が強い。口に入れた瞬間なんか、なんか酸っぱいなって。感じる。俺はやっぱなんか酸っぱいね。結構酸っぱいね。でもやっぱ最近飲んだ中だと、第3のビールだと、明らかに、喉越し生の、限定醸造の青空小麦っていう。あれが美味しかったね。あれ美味しかったな。香るコク、微妙では、まあって感じかな。まあ普通に美味しいんじゃないのっていうレベルですけど。個人的にはやっぱり酸味が気になるのはある。これはあれかな、限定醸造なんで、喉越し生のやつがね。あれ買いまくっとくべきか。あれ美味しかったから。まあ限定醸造っすから。ねえ、やっぱり。やっぱ酸っぱいな。やっぱり酸っぱいですね。どう見ても。明らかに酸っぱいね。麦とホップが、なんか、紫色のが出てるみたいです。麦とホップの応募シールを集めて絶対もらえる限定醸造。締め切りが8月3日。96枚コースと48枚コースがあって、96枚コースは、コクの極みっていう麦とホップの紫色のやつが6本セットと、プラスタンブラー1つ。で、48枚コースが、そのコクの極みっていうやつが3本セットですね。これ絶対後で、麦穂の赤みたいな感じで、多分後で、通常製造されるんじゃないか。わざわざこれ、応募シール集めてって言うけど。なあ、応募シール集めてって言っても、個人的にはグラス欲しいんで、96枚コースってなったら、96本でしょ。ここには貼ってあるかな。これか。この麦とホップって2015? これかな。96本買わなきゃいけないんでしょ。無理じゃねそれ。だって1ケース24本入りでしょ。あ、これだわ。このなんかピンク色のシール。はあ、96本も買わなきゃいけないの。それはきついって。ちょっとそれはきついな。しかも絶対多分後で、これね、この紫色のね、麦とホップ多分後でね、絶対麦穂の赤みたいな感じでね、多分、普通に多分、わざわざ多分応募しなくても、おそらく、もらえます。うん。おそらくね。まあ、麦穂の赤もね、そんな感じだったんで、季節限定販売みたいになってるんですよ。今多分麦穂赤は売ってないんですけど、多分季節限定で秋とかになると出てくるんだな。麦とホップは赤。だからこの紫色のやつもおそらく出てくるんではないか。思います。まあそりゃそうだよね。だってビールだって作るのにさ、あれじゃん。わざわざさ、ねえ、場所作ってさ、製造するわけでしょ。で、その場所を後でさ、ねえ、廃棄処分みたいなことっていうのは、できないわけでしょ。だから多分通年販売っていうか季節販売と、これも多分そうだと思うけど、この青色のやつも多分季節販売になると思います。これ夏限定って書いてあるから、夏だけのコクって書いてあるから、多分夏限定で、で多分紫色が多分ね、今年の秋冬あたりに多分出ると思う。冬かな？冬だな、秋があれだか、赤か。麦穂赤。で、冬が多分これ、紫色のやつに出ると思います。多分。俺の予想。うん。ということで。言うほどなんかこれ、コクがそんなにないと思うんだけど。甘みが割とあった。香り。ちょっと微妙ではある。3443です。ご視聴ありがとうございました。